日本映画放送株式会社は東京都千代田区に本社を置く衛星機関放送事業者である。過去には衛星一般放送事業者及び移動受信用地上機関放送事業者でもあった。富士テレビジョンが筆頭株主で同社及びその親会社富士メディアホールディングスのグループ会社で同社の持ち分法適用関連会社である。日本映画専門チャンネル及び 時代劇専門チャンネルの番組編成とその放送、供給を行っており、直営の放送を含めスカパー、プレミアムサービス、スカパー、ジェイコム、ヒ TV、ケーブルテレビなどで視聴できる。後者については、かつてモバキャスにも供給していた。映画やオリジナル時代劇などコンテンツの制作にも力を入れており、自社で企画制作する作品は年々増えており、 放送だけではなく、劇場公開など、新たな取り組みも行っている。代表取締役社長は、北の国からの演出を手掛けた、杉田浄道。実際の放送業務はかつてにチャンネルを運営していた、J スポーツの本社がある青海フロンティアビルで行われており、2011年までは、番組審議会も J スポーツの会議室で開かれていた。株主である、テレビ、 東方、角川映画との共同趣旨、制作となることが多い。ありがとうございます。